前回のあらすじ。白峰家の秘密を知り、決して口外しないと誓う正志。見事に強敵を陥落せしめると、やってきた日曜日と合流する。気になるすべての事柄は明日わかる。彼女は正志にキスをして去った。有頂天状態の正志はそのままパチンコと酒場に向かうが。チンチコール、ともです。サウンドノベル待ち実況プレイ始めていきたいと思います。フリーズしないことを祈りながらやる10月15日5日目でございます。まあ、ゲーム内はねまだ4日目なんですけれども、やっていきましょう。まさしが勢いづいて入った酒場、まあ多分ハブだと思いますが、そこでよしこと遭遇したというところからスタートですね。まあ、手前には、探し求めていた瀬山隆博がおります。カウンターの反対側でカップルが突然大騒ぎを始めた。はい、ただのザッピングでございますが、ここはおそらく使うでしょうということで、まあ使わないやろ、もう午前は。きっと何のために挟んでたんだっけ、何の記憶もない。自分は弱虫っす。育児なしっす。育児なんてできそうにもないっす。見ると学ランを着た大男が泣きじゃくっている。うい、隣では赤いジャージのデブ女が食い物をいっぱい詰め込んでいる。いいのかな食べて。畜生、何なんだこいつらは。その二人のそばで若い男が困った顔をしている。うん、なんで困ってるんでしょうね瀬山さん。あいついつものパチンコ男だった。瀬山隆博、恋するほのかと同じ顔の人間が3人いた上に、路上でほのかが別の男と抱き合っている姿を発見。もう何を信じていいかわからなくなっている。よしこの「薫は二重人格」という言葉を聞いて逆上。よしこと大山の会話に乗り込むが、よしこの無茶苦茶な食欲と2人のでたらめな会話に疲れ果てる。一体何があったんでしょうね。よしこの方の話もね、今後見ていけたらいいんじゃないかなと思います。男は学ランとデブ女を振り切ってこちらへ逃げてきた。そして男はマサシを見つけた。パチンコ男はマサシと並んで座った。かわいいこの人たち。ほんとかわいいね。やだかわいくない。ねえ、なんかかわいいしか言えなくなってるが。先に口を開いたのはマサシだ。今日は来なかったな。逃げたのか。行ったさ、そっちこそ。俺は30分で3万円。こっちはもっとだ。嘘つけ。口だけじゃないのか。そっちこそ。二人は黙って睨み合う。まさしはバーボンを飲み干した。この子たちさ、名前も知らないんだよね。自己紹介とかしてないよね。男も手にしたグラスを飲み干す。再び二人は睨み合った。ビール。マサシは大声で注文した。ビール。男も負けじと注文した。二人の目の前に同時にジョッキが並んだ。二人の手が同時に伸びた。もうかわいいね、バカ。二人は同時にビールを開けた。おかわり。今度は男が注文した。おかわり。マサシも当然負けじと。二人の飲み比べが開始された。10代か20代、20歳前後で大抵の男が一度はする無茶な行為。20代後半になると子供っぽかった自分を恥ずかしく思い出し、30を過ぎるとまだ元気だった自分をほろ苦く思い返す。しかし世間には50過ぎてもやる人もいる。いますか？私飲み比べってしたことないんですよね。まあそんなことができる友達がいないってだけなんですけどね。はい、友達のいない話はここまでだ。二人はビールを開け、ウイスキーを飲み、バーボンを開け、頑張ってジンを煽り、ウォッカに移り。かわいい。今のショットをちゃんと見せてくれや。ズブロッカを干した。なんかさ、ビールって私飲めないんですけど、あれってちゃんと酔えるんですか？ビールいっぱい飲んでたら酔えんのかなっていう、なんかちょっとビールってそんなにアルコール度数なくないみたいな印象が。でもバーで飲むビールってクラフトビールとかなのかな。それで言ったらアルコール度数高いのかもしれないね。ウイスキー、バーボン、ジン、ウォッカ、ズブロッカ、
やばいね。蒸留酒の一種、トウモロコシ、ライ麦などの発酵液を蒸留し、ネズの実を入れて、再び蒸留したもの。ストレートのほかソーダ割りやカクテルベースとして飲む。最初はジントニック好きだったんだけど、今あんまり飲まなくなっちゃったな。ウォッカ、蒸留酒の一種、12世紀頃のロシアで発祥した。ロシア語で生命の水という意味のジーズナヤバダーのバダーが愛称系に変わったのが由来。あのね、ロシア語のね、愛称とかね、よくわかんないんですよ。あの、なんだっけ、父の方の名前のついた女性、なんだっけ、なんかね、ロシアの名前って付け方が独特で、一回ね、あの、クトゥルフの TRPG やるときにロシア人探索者作ったんですけど、その時にちょっと見ました。何にも覚えてない。不詳なんか、うん。あるんですよね。なんか女性系男性系の名前の違いとかもあったりとか。ズブロッカ、ウォッカの一種。ウォッカにズブロッカという草のエキスを配合したもの。私は飲んだことがきっとないですね。相手はろれつが回らなくなった。そんなに飲んじゃダメだよ。ってか水飲みな、マジで。お前ある人やべえよ。二人は出てくる酒を飲み続けた。無理やり。相手はろくに話せなかった。何を言ってるかわからん。無理や。ラモリュって香るとかかな。次から次へと酒は出てきた。はい。あーもう。ねえ。ちゃんとしな、本当に。男というより大人なのだから。気づくと相手は床に滑り落ちていた。マサシは豪快に笑った。やっぱり今日はついている。誰にも負ける気がしない。調子に乗ったらダメなのよ。よろめいてトイレに向かう男をマサシは悠然と見送った。ヘラヘラしてるマサシ超可愛いんだけど。正面から見して。こんなに気持ちよく笑ったのは久しぶりだった。あれだ、上もうり、あり、なんだ、俺も急に眠くなり、ですかね。ゆっくりと眠気が襲ってきた。マサシはカウンターに突っ伏した。グラス下げてくんねえのかな、こういうのって。はい。ああ、いいですね。いいですね。何度でも言うよ、いいですね。マサシは夢見心地だった。ダメだよ、水曜日。お客さん、大丈夫ですか？え？マサシは辺りを見回した。あれ？ここは？そろそろレジ閉めるんですけどね。あー、そっか。いくら？ご一緒でよろしいですか？え？あいつは？ぐでんぐでんでお帰りになりました。マサシの横には二人分の伝票が残っていた。キャッシュオンじゃないのか。まあ、いいや。きっと悪気はなかったろう。いくら？3107円になります。飲んだねー。3万。マサシは今日買ったパチンコの金をすべて吐き出した。まあ二人分。でも酒しか飲んでないよねー、この子たち。それでこんなに取る？やばいね。あの野郎、悪気だ！かわいい。はい、ということで5日目に続くでございます。お疲れ様でございます。やっぱりあれですね、ちょっと4日目ぐらいからかなりボリュームが減ってるような印象がありますね。まあでもそうね、私はこれで満足してるんでいいんですが、まあそういったご意見もありますよねっていう話でした。ということで、終わってないのが飛沢陽平と細井よし子だと思います。彼女らはどっから飛べるんじゃ？ちょっと今の状況を覚えてないので見ていきます。お待たせをしました。思い出したんですよ、私雨宮啓馬も終わってねえじゃんと。でだいぶ前のことになっちゃうので、これまでの状況をご説明させてください。思い出しですね。
犯人をあぶり出すための罠をですね、雨宮啓馬が仕掛けるところです。で、シルベールで、その作業をしているところに、なんか知らんけど市川文康がやってきて、大事なロムをですね持ってっちゃって、やっべーってなったバッドエンドを、市川さんの方でもすでにシルベールに行かない方の選択肢を選んでいるので、そのバッドエンドを回避することができており、ケーマがそのまま進められるということになりました。で、これはちょっと先の話なんですけど、雨宮ケーマを進めないと、おそらく細井よし子もねザッピング出てこないんですよ。進められないので、多分ケーマをやるのが一番最初だと思います。ということでやっていきましょう。シルベールに着いた。ケーマはマスターに事情を説明話して、作戦に協力してもらうことにした。ケーマはネプチューン王の筐体を開くと、すぐ近くのテーブルにロムを置き作業を開始した。基板のどこに取り付ければいいかは、友人がやっているのを何度も見ているのですぐに分かった。よし、いけそうだ。はい、シルベールです。今お腹鳴ったんだけど、マイクに乗ってないといいな。作業が始まってすぐに電話が鳴り、マスターが出た。はい、あー、いえ、こちらこそ協力できて。今変わります。ケイちゃん、沼さんから電話。どうもどうも。ケイマは作業を中断し、受話器を取った。沼さん、こっちは順調だよ。大丈夫。セットが完了したらこっちからコールするよ。ケーマは手短に電話を済ませると作業を開始、再開した。よし、これをここに刺してと、できた。ここであれれってなったのが前回のバッドエンドですね。確認のため動作させてみる。よし、出た。質素な画面だね。マスターが横から覗く。仕方ないよ、5年前に作られたものだから。あ、急に画面が豪華になった。すごいね、頑張ったね。あいつ勝手な脚色しやがって。飯田の仕業だ。やりますね。マスターがボソッとつぶやく。インサートの綴り間違ってない？ほんとだ、 E が A になってる。あいつ英語弱いから。いいのこれで。仕方ないですよ、もう時間ないし。これでも目的は果たせるですよ。店を出ようとするとマスターが声をかけた。罠の設置は完了しましたってことなんですが。ケイちゃん、コーヒー牛乳は？ありがとう。でも今は時間がないから、また今度。ケイマがコーヒー牛乳を断るなんて。ケイマは走り出した。夜。ケーマはセンター街のピクシーへやってきた。センター街はその名の通り渋谷の中心にあり、いつも大勢の人でにぎわっている。その群衆の中にはサラリーマンや学生に混じって、思いもよらない過去や経歴の人間も混じっている。そう、例えばフランスのレジョン、外人傭兵部隊に所属する高峰隆二などもその一人だ。このザッピング使いませんでしたね。ここは初めてジェロニモに会ったゲーセンだ。ジェロニモの性格ではあの日の勝負は決して許せないだろう。まああれがきっかけでしたが、どうなんでしょうね。現れるのはきっとジェロニモのはずだ。またお腹が鳴ってしまった。入ってないよね。沼さんやしおりにはジェロニモ以外の可能性も口にしていたが、ケーマの直感ではシャチテの悪魔はジェロニモ以外に考えられなかった。あいつが最初に来るのはここに違いない。ケーマはウルスリーのゲームマシーンがよく見える物陰へ身を潜める。おびき寄せるための罠、その設置した罠とは違うおびき寄せるための罠っていうのも、なんかインターネット上のいろんなところに宣戦布告みたいなものを書き込んで、それを見た、犯人が来るのを待っているという状態ですね。ケーマは待った。ケーマは待った。ケーマは待った。待てども待てども、あと少しで10時になる。ウルスリーでは無関係な少年たちが遊んでいる。ケーマの表情に焦りが浮かんだ。やっぱり奴は来ないのか。それともジェロニモではない見知らぬ犯人がすでにこのゲーセンに来ているのか。
インターネットに挑戦状を流すというアイデアは犯人に届きさえしなかったのだろうか。来た。ケーマは物陰から目を凝らす。誰が来たんですか。違う。それはジェロニモではなかった。見覚えがある。ケーマにとって思いもよらぬ人物だった。コロイチ。それはゴンダ・ゴロイチ刑事だった。まさか。ケーマにとって天地がひっくり返るほどのショックだった。シャチテの悪魔はゴンダ刑事だったのか。はい。ゴンダはウルスリーで遊ぶ少年たちを補導し家へ帰そうとしている。あれはポーズか。お腹が鳴った。お腹が鳴る。ご飯食べた方がいいかも。それとも本当の補導か。ケーマは決断を迫られた。どうしよう。ケーマは決意した。はい、これなんですけど、私は答えは知ってるんですけどね。ただこれがどのように影響するかを覚えてないが、あえて B でいきましょう。あんなのはゴミだ。早くどけ。あんなのはゴミ。ケーマは身を潜め、ゴロイチが去るのを待った。だがゴンダは出口で急に振り返り、ケーマに気づいた。おいオタク、またゲームしてやがるな。いえ違うんです。言い訳するな。ほどほどにして帰れよ。ゴロイチはパカリとやると去った。すぐに終わってくれてよかった。ゴロイチにしては妙に淡々としてたな。少し気になったが、ケーマは張り込みを続けることにした。はい。本当にすぐ帰ってくれたよね。それにしても、あのゴロイチってのはいつも悪いタイミングで出てくるやつだ。ケーマが物陰に隠れると同時に、また誰かがやってきた。ジェロニモだ。ケーマは凍りついて息を呑んだ。作業着を身にまとっているが、全身を覆う不気味さは隠せない。間違いなくやつだ。やっぱり、ジェロニモだったんだ。全身の血が逆流する。いや、待て。たまたまふらりと寄っただけということもありえる。もう少し様子を見よう。ジェロニモはしばらく所在投げにしていたが、やがてベビーパウダーを手に振りかけると、あの日と全く同じように一人でウルスリーを始めた。時々そわそわと辺りを見回す。怪しいですね。くそ。すぐにでも飛び出したくなる。待て、奴の方を焦らせるんだ。ここが我慢のしどころだ。ケーマはじっと我慢して待った。ケーマくん、よく我慢できるよね。多分私だったらもう我慢なんてできないもん。いやいや待てって誰かに言われないと無理だと思う。ジェロニモは次第に時間を気にし始めた。待ち合わせの恋人にすっぽかされた振られ男のようだ。そんなかわいそうな男いたらマジで慰めたいんですけど。かわいそう。ジェロニモはウルスリーのプレイをやめると、今度は筐体を調べ始めた。動きが止まった。やがて怒りの形相で立ち上がった。ジェロニモは怒りに任せてウルスリーの筐体を蹴飛ばしてから出ていった。ダメだよそんなことしたら。かかった、間違いない。ジェロニモは肩を怒らせ、ものすごい速さで歩いていく。あの方向ならロンゴロンゴだ。ケーマは尾行を続けた。ロンゴロンゴな。ああ、いい顔ですね。誰が見てんの。ゼロニモはまっすぐトロイフィールドの57番ステーションに座った。ケーマは物陰から観察する。いや結構バレそうだけどね。20分が過ぎた。ジェロニモはさらに苛立っているようだ。いいぞ。ケーマは低くつぶやいた。ジェロニモは強くテーブルを叩くと、肩を震わせてぐいと立ち上がった。もうほとんど切れかかっている。恐ろしいですね、切れかかっている男。ジェロニモは死神のように出口へ向かった。素早くケーマも後を追う。ケーマって意外と尾行得意なんですね。ジェロニモは足早に歩いていた。激しい人波の中を肩からぶつかるようにして宮益坂の方へ向かう。渋谷駅東口から青山方面に伸びる坂、西口に比べると大きなスポットが少ないため、全体に落ち着いた雰囲気が漂う。宮益坂落ち着いてる？そう？よし、シルベールの方向だ。ケーマはジェロニモに見つからないよう
反対側の歩道を走って店へ先回りした、まあ、こんだけ人が多いとね、あんまりね目立たなく行動できるかもしれないですね。確かにね。はい、シルベールへやってきたところで今日は終わりにしようかなと思います。罠にかかったジェロニモどうなってしまうんでしょうか、というところでおしまいにしていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。5日間連続投稿お付き合いくださいまして本当にありがとうございます。今後はですね、どれぐらいの頻度の更新になるかちょっと私もわかんないんですけれども、まあ最後まで絶対にやるので、そこはねちゃんとご心配なさらぬように、またご心配をかけないようにですね、私も進行していきますので、何卒のんびりとご覧ください。お疲れ様でした。次回に続きます。